を分けてるというかね、このみんな自宅で何もすることがない、時間ができていると、まあ、特にアメリカにおいては失業率もめちゃくちゃ上がってしまってて、この仕事がないとかね、今年新卒新入社員で社会に出る子なんて内定取り消しとかね、そうですよね、自宅待機とかね、でそのような中でこの、ね、障害者の、まあ、先ほども少し話ありましたが、障害者がちゃんと生産性を出せている、しかもちょっとね足がとか手がとかではなく知的障害ですから、かなりその就労することのハードル高い中で、その作業員、工場での作業員の8割、7割。そうです。非常に高い率で、皆さんが実務をちゃんとこなしてらっしゃるという、このね、働く幸せ、ちょっとこの、もう少し深掘りしてね、この、はい、取材の背景やどんな会社なのかってことも含めてですね、お話しいただくと、これからのコロナでね、大変だって言ってる方、いや、うちなんか大変なんて言ってる場合じゃないの、もっと頑張ろうってなんかね、気持ちになるんじゃないかなって思ってますですね。現、日本理化学工業という会社の、現社長でいらっしゃる大山、高久さんという方はですね、まさにその自分の役割、まあ、経営者でですね、いろんなその経営理念を作り上げ、また事業計画を作ると、そのこと以上に自分の仕事は諦めないことだと、で、できないということなどないと、そのことを自分に常に言い聞かせ、そうした環境を作ることですとおっしゃっていました。清水さんのセミナーでもね、いつもこの働く幸せって大きなテーマでいらっしゃいますよね。ちょっとこれ画面一瞬出していいですか、うん、ちょうどねこれ小松さんのね本読んでても本当そうだなって共感したのが、弊社でですねこういうブレイクスルーカンパニー、はい、キーワードがブレイクスルーなんですね。このブレイクスルーっていうと、まあ一歩先にとか突破するとか問題を解決するっていうね、前に進むっていう、まあ、そんなニュアンスがある英単語から、そういう会社になってほしい、ブレイクスルーカンパニーになってほしいということでですね、マーケティングの講座とかマネジメントの講座とかも大量な講座をさせて、経営者向けにさせていただいてるんですが、その中ですよね、こういう概念を出してるんです。ブレイクスルーカンパニーとは自社の理念と経済合理性を矛盾なく両立するんだと。で、働く幸せを実感する全従業員が、だからもうそういう状態をまず会社として作るってことが大事にあってですね、まあそれがあることによってお客様をより良い人生に導くことができるんだと。で、そして独自の価値ある商品サービスを提供し、で社会に向けてですね、その永続的発展、もうみんなが世界が良くなっていくっていうことに貢献することを目的とした、今まで到達したことのない新たなステージで進化成長を続ける会社ってことね。昔は生産性というと、いわゆる売り上げを上げるっていうことだったのが、もっと本当の意味でのパフォーマンス、本当の意味での価値を届ける、成果を出すところに目を向けてですね、中心にあるのはこの働く幸せってやつなんですね。そうですね。この本のね、タイトルのね、ああ、見えなくなっちゃうかな、こういう感じのね、サブタイトルにね、キーワードで働く幸せってやつも、とてもとても共感したのを覚えています。はい、はい、清水さんがこのねブレイクスルーカンパニーのこの文言を掲げられているのも私も拝見して、はい、日本理化学工業のことだと思わず声を上げました。もうまさに、はい、その、まあ、知的障害者の働く幸せと、うん、まあ、本を最初にね読んでくださる方は思うと思うんですね。チョークを作るという、まあ、その工場に働く方たちの姿を多分ほとんどの方は想像することができないと、もちろん思います。目にすることもないですからけれどもですね、そこには本当に日々活発なもう勤労の姿があって、プロフェッショナルしかいません。このラインすべてに障害のある方がついているんですね。そして、はい、班長、まあ、監督をする健常者の社員の方は工場に一人だけです。彼はチョークを作っていません。その方はチョークを作りません。最初の工程から最後の工程まで、そして出来上がったチョークを詰めて出荷するその工程まで、すべて障害のある皆さんが行っています。で、清水さんご存知の通り、チョークって厳密に JIS 規格で守られていてですね、うん、はい、万が一それを外れると罰則があります。はい、
出荷停止。うん。日本理化学工業は7割のチョークを作っているんですね、日本の。すつまりごいシ彼ェアらです。が、JIS 規格を外れてですね、出荷停止になったら、その学校が困ってしまう、地域が、行政が困ってしまうんですね。で、信じられないかもしれないんですけれども、その責任感に彼らはもう満ち溢れています。責任感、使命感に。自分たちがチョークを届けることが皆の学び、教育につながっているんだと。学校の先生やその前に座っている生徒の皆さんが待っていると言って目を輝かせてチョークを作っていらっしゃるんですね。で、そこには障害のあるなしだと全く関係のない働く喜びだけが溢れています。で、私自身も知らなかったんですが、今はっきりと言えることは、それはですね、体の障害である、視覚障害、聴覚障害、車椅子の方、そして、知的障害、そうしたことは、清水さん、私は今、個性だと思っています。私が唯一無二の外見を持っているように、またこうした職業について、こうした仕事に喜びを感じているように、皆さんそれぞれ個性があってですね、そして追い求めている世界がある、使命がある、仕事がある、で、そこを実現できたのが日本理化学工業なんですね。その35年、知的障害者の少女たちが2人入りました。で、そこから毎年毎年日本理化学工業は知的障害者を雇用してるんですが、当初はですね、雇用することが目的になってしまった。なのでですね、社内が真っ二つになったそうです。で、パートのお母さんたちが、なぜ私たちは同じお給料でこの子たちの面倒を見るのと。で、その当時、専務だった、大山会長は、自分の愚かさを恥じましたと。雇えば、それで経営者として使命を果たせたと思っていたけれども、彼らが真のチョーク職人になることが、本当の自分の仕事なのだと、そこからですね、ラインをすべて作り変えるんです。マニュアルのいらない、ジョブコーチのいらない、色を見ただけで、赤と青のその色を見ただけで材料を合わせ、そしてその工程を理解するというラインを作り上げるんですね。で、知的障害のある方は時計を読むのが苦手でした。その難問も即座に解決しました。砂時計を使いました。砂時計。厳密にその工程の時間を測れる砂時計を作りまして、それをひっくり返させたんです。そしてこの砂が、最後の砂が落ちたら、この工程は終わりですよと教えたんです。もう即座に皆、チョーク作りを覚えてきました。今はですね、そうした色合わせや砂時計もいりません。むしろ健常者の社員の方に、その工程を教えることができるプロフェッショナルに育ちました。つまりそうした工程がですね、その潜在的な可能性ですよね。その個人個人のポテンシャルを実は培っていった。本当に素晴らしい人間って素晴らしいなと思いますし、そこには働く喜びがあるなと実感し、今、日本理化学工業の虹色のチョークの続編の取材をさせていたそうだいなていんまです。すね。それは楽しみですね。ぜひ、この後ね、質問の時間に入っていきたいと思うんですが、今見てらっしゃる方、ちょっと多少タイムラグがあるんですけどもね、ぜひ皆さん聞いてみたいこと、小松さんにね、聞いてみたいこと聞いてみたいと思います。今お話ししたことでもいいですし、話さなかったことでも、M のことでも大丈夫です。そうですね。今のところ、ちょっと話また戻りますけども、その工程っていうんでしょうかね、その工場での工程を一個一個作るって、普通の、いわゆる健常者、普通のスタッフだとしても、その通りやらせるとか、その通りに動いてもらうって、なかなか難しいというかです大ね、変ですね。大変じゃないですか。で、そこを諦めずにやれたって、なんでしょうかね、それなんでそこまでできたんでしょうか。つまり、皆個性がありですね、理解できることやできないことがあると。で、
知的障害の方たちは、まあ、会話が苦手ですね、少し。で、あとその文字を読んで、それを、まあ、その文字にある通り工程を、まあ、再現するというようなことが少し苦手かもしれません。はい、その時にそれをどんなに強いてもですね、それは環境や条件は変わらないわけですね。その時にその大山家、創業家の方たち、経営者の方たち、そしてその古くからいる社員の方たちはですね、自分たちが間違っているんではないかと、そうした視点を変えて会議を重ねたんだそうです。彼らが分かる、それを作り上げることができればきっと問題は解決するはずだと、それを作り得ていない自分たちに問題があると、もうガラッと問題の視点を変えたんだそうです。そしてすごい、これはすごいです、はい、そしてどうぞ続けてください、はい、そしてそのマニュアルが必要ないもの、ジョブコーチの必要のないものを、まあ、作り上げてですね、もうそれは本当にシンプルで、もうただただアイディアでした。お金もかからない、ただ信号を彼らはみんなきちんと理解して通勤をしていたので、赤と青でこれとこれを混ぜるんだよと、これとこれをこうした何グラム、この分銅で、赤の分銅で測るんだよと、まあ、単に教えただけなんですね。で、今はそれをはるかに超えてプロフェッショナルとなり、知的障害の持つ社員の方たちには班長がいて、副班長がいて、職場のリーダーがいて、ある日ですね、彼らが自分たちからミーティングを始めたそうです。そして問題を提起し、月曜日社長のミーティングがある、全体集会があるんですが、そこで発表したんだそうです。で、私たちは皆、彼らにはそうしたことができないと刷り込まれていた、思っていたんですね。それは間違いでした。彼らこそ、誰も私たちでは見ることができない気泡を見つけ、小さなひび割れ、クラックを見つけ、不良品をピックアップすることができる。私たちなら1時間やれば15分休まなければならない集中力が必要な作業を、朝4時間、午後4時間、一時も休まず続けることができるんです。そうした集中力を持っている、その能力をむしろですね、特性として生かし、作業の工程が進んでいるんですね。いつかチャンスがあったら皆さんに工場を見ていただきたいなと思います。見ることできるんですか？はい、もちろんね、製品を作っているので、はい、生産本数の目標などがあるので、はい、繁忙期とか大変なんですけれども、はい、工場見学とか、ご一緒できますよ。あ、そうですか、うん、今伺ってて感じたのはこれね、はい、の方、今のお話絶対聞いた方がいいと思うんですよね、うんうん、ある意味マニュアル作ったり、業務プロセスとか販売のそのシステムとかね、作られた後にやってない社員が悪いって思ってしまいがちなんですけど、うん、そうじゃなかったってことですよね。本当にそうです。本の中にその知的障害者雇用を始めた大山会長が街道社会、うん、はい、会長がお作りになった言葉なんですけど、皆が働く社会という言葉があるんですね。で、とにかく障害のその大きい小さいに関わらず、まあ、年齢に関わらず皆が働くんだ。で、そこには素晴らしいチョークが生まれ、それを出荷することに喜びを感じると。で、彼らは利益を上げていますから、きちんとした、もう35年の時からですね、最低料金をすべて超えているそうです。神奈川県の。それを切ったことがない。そして彼らは納税者です。賞与ももらい、はい。で、定年もありますが、定年延長も使っています。今一番長い社員の方はですね、70を超えて働いていらっしゃいます。愛ですね、もう。うん、もう愛があります、そこには。はい、で、若い社員の方が入ると、みんなで仕事を教え、うん、みんなで働くんだと、それこそが喜びなのだと。で、障害者を持った家族の方はですね、この会社に出会えて、ああ本当に安堵して、親御さんたちはですね、こうもおっしゃったんですよ。自分たちは安堵して先に行くことができますと、あるお母さんは涙ながらにそう私に話してくださいました。